若干悲しそうですけど。どうして？大丈夫ですよ、火山いけんね、火山。2秒で落ちるっぽいからね。ワッフル。あ、待って、ワッフルしよう。ワッフルで1、2だ。ワッフルって言ってるね、すぐ終わっちゃう。そう、すぐ終わっちゃう。よし、じゃあファストパスだから行ってみよう。ファストパス？あ、違う？これ全部ファストパスだよ。ひーちゃんすごいね、これやばいね、だってさ、ファストパスなのに、パスなのにこんなになんか並んでて初めてじゃない、こんなに。ちょっと見てこようか。お願いいたします。多くの人が同じような行動をするのはファストパスは2時間おきに発見できるという、実は半分間違った解釈をしている人が多いからだと推察されます。そう、私たちのようにまずファストパスには次のファストパスは2時間後の他にもう一つルールがあります。それは乗車可能時間になったら次のファストパスを発見できるというものです。例えば9時にゲットしたファストパスに9時20分から10時20分と表示されている場合、次のファストパスは2時間後の11時ではなく9時20分に発見できます。例えば9時に取得したファストパスの乗車時間がアトラクション A では9時半から10時半、アトラクション B では11時半から12時半だった場合、アトラクション A を発見すると2時間ルールでは11時に、乗車時間ルールでは9時半に次の発見が可能になるため、時間の早い乗車時間ルールが適用され、わずか30分後に次のファストパスを発見できるわけです。このルールを理解していないと、私たちのように2時間ごとに大行列ができるという仕組みになると推察されます。これで本日の授業を終わります。良い週末をお過ごしください。グミ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 ペア。